わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村一です。坂本岡です。はい、お願いします。どうもさ、はい、引き続き武井先生家のオタク探訪なんですけれども、うん、ゴールが見えないよ。いやマジでさっき通り過ぎたところにまだ隠し部屋があってある、ね、ちょっと見切れないなっていう気づいてない何かがあると思うよ。そうなんすよ。これはそれはエッチな本どこにでも隠せるって。いやマジでどこに隠されてるのかなって。でも多分隠した先生が忘れると思う。そうですね、これ発掘しないで出てこない。俺ちょっと俺の嗅覚で見つけ必ず見つけ出してみせるんで、うん、あるのか仕事の場に。じゃあ今回はね、予告通りここ。これやばいよな。これやばい。だってこの部屋もう完全に物が住む空間ですもんね、人じゃなくて。でも広いんだよね。あ、ここだけ、俺この部屋だけ欲しいな。この部屋だけ曲がりさせてもらう、うんうん、この部屋分ぐらいをなんか趣味で埋め尽くしたい。それは倉庫でしょ、扱いとしては。まあ倉庫いくらでも置けるから。これで何畳あんの、すごい広いよ。見てみましょう、とりあえず。まあ行ってみましょうか。じゃあ、うん、行きましょう。すごう、わあ、もうこれは一つ一つ目が滑りますね。何から見ればいいんだ。まずこっちはガンダムとゾイドと。ゾイドだね。結構綺麗に分類されてますね。こっち、うわ、またいる、スタンリーまたいると思う。本当だ、スタンリーさん。てかあれだね、その、うん、俺が意外なのはこういうめっちゃレトロっていうんじゃないものも買ってるから本当に好きなんだね。ずっと集めていらっしゃる、うん、価値があるから買うんじゃなくて欲しいから買ってるっていう感じだね、うん、これ先生のメガネかな、これ。こんなとこにふと置いてあるんだよな。なんでメガネクローズアップすんだよ。なんでかけるんだろう。老眼だよ。老眼だよって言われてるぞ、お前。ああ。漫画描いてそう。漫画描いてそう。うん、漫画描いてそう。これで俺も漫画力が。漫画めっちゃ上手くなる。うん、おお、懐かしい。いいね。おお、ほんとだ。当時の造形。ゾイドのヒロイン。当時の造形ですよ。この頃のフィギュアって感じですね。衣装エッチだな、改めて見たら。確かに。セクシーだよな。うん、あのまたこのちっちゃいシリーズがあるのよ。わー、これゾイドのあったんだ、ちっちゃいの。ちっちゃいシリーズ、げー、ちっちゃいのテンション上がりますね。ちっちゃいのテンション上がる、うんうん、ゾイドがね、うん、ちっちゃいのとマッチングがいいのよ。もともとそういう作品だからさ、いいねなんかちょっとあ、君、まあ、君写真と顔違くない。まあまあまあ、この当時の造形ですよね。それ言ったらここなんかもうほぼキャラクターの属性だけ抜き出した。ほんとだ。すげえ。当時のだな。これよう集めたもんすね。片っ端から目についたら買ってる感じですか、それともなんかネットとかで追っかけてるんですか、この情報は。うん、昔はね、ほんとその辺にいっぱい売ってた。うん、その辺で見ていいなと思って買って。うん、コンビニ食がいっぱいあった。ありましたね、うん。この辺はね、さっき言ってたラインの、うん。何個か買った覚えあるこれ。うん。このライン躊躇なく買えるのって、うん、やっぱ置き場所あるから余裕があるんですよ、ここ。さあ、あと。こら、違う。小銭だから。違う。先生にとって。ちなみに、これが出てた当時は、俺はそんなにこれなかったから、やっぱバーッとは買えなかった。何個か買ってみたいな。コンプとか狙えなかったね。お金持ちのトロフィーですね。お金やらしい言い方だな。あ、これ中村さんが。安本さんに誕生日にプレゼントした。ランベリーね。おーさっきあったよ。ありました。例のコンビニ、そうそう、コンビニセブンイレブン限定ガンペリー置いてた。やっぱ買うんだ。ガンペリー中村って名前好きだった。ガンペリー配るおじさんとして。んなんでゼータ逆さまに。もう置き場所でしょ。単純な疑問なんですけど、先生これ、うん、自身で並べてたんですか。うん、ディスプレイ、マジか、うん、こういうのね、並べるのが好き、うん、ね、いいんですよね、うんうん、そう、こういうの好きな人はね、並べるまでだから、うん、うんうん、か、じゃあほぼ20年くらいかけて作り上げたディスプレイってことですよね。そうだね。会社さん、もう俺が気になってるの、棚が1個空いてるんですよ。ほんまや、まだやるで。ここまだいくらでも置けますな。まだまだ作れるで、うん、ここをこっそり俺らわしゃがなのグッズだけゴーっとこういうのわしゃがなコーナーにすんの。わしゃがなコーナー、どけられちゃうよ、そんなの。ガンダムと違うんだもん。分類が違いますね。あの、並べる時に分かったのが、どっか空いてないと作業できない。なるほど。逃がし場所が。そう。なるほど。作業場なんだ。そういうことか。まだまだ全然現役でこのシリーズとか買ってるんですか。いや、もう買ってない、ね。もう買ってないんですか。さすがに今は、ね、大丈夫か。来年ケンプファ出ますよ。そうなんですよ。あのね、メタル最近のは必死に追わないと買えないでしょ。ね、うん、あの予約ができない。そう、うん、そう。だから、ね、
なんかこのまま行くと解体商機のマーク2が出るんですけど、出る、置いてください、買わないんだ、あ、置いてください何もの買ったらここ置き場にしていいっていう、いいのかな合体系も揃ってます、ね、イデオンがね、イデオンばらされてんだよ、あ、本当だ、これがイデオンの一番いいところ、あ、この状態が、この状態が合体前のこだわりっす、寸前がこの辺でね、多分ね、コスモがね、バフクランベーって言ってるのこの辺でしたっけ、なんかね、うん、これをバックぐらいで立ってね、うん、煽りでね、バフクランベーって言ってたからマジでデロリアン好きなんだね、いや、本当っすね、ゴールドデロリアンもあったけど、バックトゥーザフューチャーが好きってことですもんね、デロリアン、デロリアンが好き、このトランスフォーマーって、うん、これデロリアン、デロリアン、デロリアン、コラボで出るのよ、よくトランスフォーマーはちょっと毒いるし、これはすごいゼログラビティ、うん、ワープしてるじゃん、こだわり感じますね、タイムスリップしてる、この辺はあの戦隊とかのロボだね、こいつなんて言ったっけ、頭ドリルのやつ、これはマシンロボのやつでしょ、ああ、ここまでね、あの潔くドリルになったやつなかなかいないですよもうちょっと、まあ、それで言うと奥もなかなかよもうあの仕方なくロボにしてる感じだから合体要因感じ、かっこいい、こいつ何でしたっけ、顔見覚えない、わかんない、これって戦隊系ですよね多分、うん、胸に V 型エンジンついてる、本当だ、本当だ、戦隊はね、特撮はやっぱ鈴村さんの領分なんか俺あんまわかんないんだよな、俺はこっちに見覚えがある、あー、こっち数字書いてる、全部数字書いてるね、こっちも数字書いてるわ、えバースに、先生覚えてるんですか、これ全作品名前が思い出せないそうなりますよね、うんうん、この辺は B ファイター、5っぽいんだよ、うん、それも戦隊だね、これ戦隊じゃない、この形状は、うんうん、カクレンジャーか何かか、カクレンジャー、虫モチーフだったっけ、これカクレンジャーはギリ世代かな、おいおい、めちゃめちゃ渋いのありますね、強化外骨格ゼロですよ、あ、本当だ、覚悟のすすめのこんなん出てたんですね、おフィギュアかな、おかすみとゼロが出てる、150円って書いてる、おこのイデオン150円だよ、ほんまや、アクションポーズ可能、昔のプラモ好きな人絶対これ欲しいと思うよ、うーん、この中にある段ボール戦記新しすぎないと思うもん、PSP でも新しい確かに、その辺ね、でも全部うん、ちっちゃいおもちゃ屋、ああ、うん、町のそう、うん、にあったやつですか、そう、あ、じゃあまあ今みたいになんかこういろんな人たちに買い漁られるとかじゃない時代の、そう、うん、普通にありましたもんね、そう、売れ残りが、そう、このちょっと後からおもちゃ屋が気づき始めるんだ、価値に気づき始めるこれ宝じゃねえかいい時期に買い集められたんですね、そう、でも昔そうだったからね、だってさ、ガンプラだってさ、発売日にビッグカメラとか量販店だと2割引きとか普通にされてたもん、だから20年前の趣味は地方のおもちゃ屋行って、うん、ああ、うん、発掘ですね、 それは面白い趣味、いいな、このカニいいな、カニいいね、カニいいでしょ、カニいいな、これカニいいとしか言いようがない、何のカニなんですかこれ、それ中国のカニかな、中国のカニ、上海カニ、上海カニ、生態系見出しちゃうよ、うん、入れたら、昔よくね、うち買ってきた上海ガニが脱走して朝起きたら家のどっかに逃げてたんです、やばいな、うん、生きたまま買うんで、これもかっこいいね、これ無茶だ、これさ、だってもう別の変形とかじゃないの、乗ってるんだもんね、乗用車と重機が合体してるんですもんね、すごいな、生かしてる、ガスは、この積みプラはこれは組むつもりじゃないね、これはあの当時自分が通ったおもちゃ屋さんを再現したいんだね、うーん、あ、プラモ屋に見えますね、確かにこれは絶対そうだよ、俺も憧れるもん、うん、ここの並べ方とかさ、あ、こういうの、こういう空間で生活できたらと思う、だって本来これさ、見せたいからこう飾るじゃん、うん、飾らなく置いてるっていうのが、うん、おもちゃ屋再現なんだよ、すげえなこれ、マジでなんでドラゴン知るよな、おお、さっきからね、なんでドラゴン知るのか今統一感を見出そうとしてたんですけども、ドラゴン知るだけ全く分かんないね、見えてないバージョンなんですよ、まあ、まあ、23回目やられてるから知るはで、セガサターンのパッドかなんか持ってんのこれ知るが目見えないから、こ目見えないから、させない、あ、させないのか、うん、そう、させない、メガドラだね、メガドラのパッドをさせなくて困ってんだ、誰か代わりにさせてくれ、なんやねんこれ
見えてるの、ね、理由はね、そっちのおもちゃが全部あの中国トイなんで、それで中国のその流れで資料を置いたの。遠いな。説明されないと気づかなかったな、その発想は。ご老法をそう使ってきた。うん、あった当時これね、俺の小さい時もすでに売ってたけど、うん、あのマクロスがもう何こういうブームじゃなかったのよ、うん、もうガンダム一色だったから、うん、全然売れないでずっとあったの。おもちゃ駄菓子屋さんとかにもったいない。かすかに武者のマクロスちょっと覚えてる。ちょっとね、え、武者のマクロス追っかけた、追っかけたのよガンダムを。ガンダム追っかけたんですよ。マクーロスって書いてあるあったんですよこれ。超時空列伝マク、うん、これ知らなかった。あったのよ。ちょっと今度わしゃがなでやりましょう。これ買えるか、存在してるかな他にグッズ。絵が繋がるようになってんだ、オーガス。オーガス。面白いね。この辺はドラグナーとか、ああ、うん、エルガイム、ダグラム、サンライズコーナーだ。サンライズコーナー。本当だ。じゃあこのえげつないハンドル。うん、主人公。主人公チョッパーやんもん。チョッパー乗り。え、このキリコかっこいいじゃん。うん、いいっすね、このキリコ。このサイズ感でかなり出来がいい。これもいいね。キリコ乗ってるよ。キリコじゃない人かな。これキリコの嫁さんです。嫁さんです。嫁さん乗ってるやつ。ブルーティッシュドッグかな。長尾さんクイズ。これ誰の？これドラゴン支流。ここになぜかメットだけ置いてある。ドラゴン支流のクロスやんけ。うん、なんでヘルメットだけ？これなんか見覚えあるな、このステレオ。これ人の顔が。人の顔入ってる。本当怖っ。え、これ何のロボ？これ。コンポボーイ。コンポボーイ？何？コンポボーイ。テクノロボ。コンポボーイ。何ですか？テクノロボコンポボーイって。そのまま。そのまま？え、アニメとかじゃないでしょ。アニメになり損ねた。なり損ねた。こうやってコンポに変形するってことですよね。これはあかんて。怖い。コンポボーイ。人の顔、これ封印されてんじゃん。でも魂を電子化されてるんですよ、これ。コンポボーイ。え、でもこれちょっといいな。一緒。いいな、これ。ボタンついてる。コンポボーイは果たして。ああ、ロケットパンチだ。ロケットパンチだ。当時の。うん。わあ、開くのいい。え、だって、コンポボーイのここ良くない？いいなこれ。オープンリールでそれ物の感じいいのよ。いいっすねこれ、うん、めっちゃいい。これ同じやつってこと？同じやつ、変形前変形後。わざわざ2パターン買ったっていうことですかね。なんか、うん、それね、秋元治先生とかが仲良くないんですか？趣味めっちゃ合いそうですよ、ね、あ、本当？確かに、うん、こち亀のね、秋元先生もここ来ましたよ。テンション上がってたでしょう。うん、そうだ。なんか、りょうさんとか普通に紹介してたことだよね、うん。コンポボーイだよ。コンポボーイじゃない。仲間って言って。そう。で、何ページかかけてする。何ページもコンポボーイの説明をされるやつね。こち亀のホビー界好きなんですよ。あ、うん、あ、アーマードコア。アーマードコアだ。AC もある。AC もお好きなんですね。うん、なんで AC の後ろにみんなの街シリーズが。もう背景が。これってバズライトイヤーなんですか？うん、ああ、新しい映画のやつ？あ、そうだよね。うん。キリッとしてもね。本当だ。下はレゴだ。もうレゴまで買ったらな。いくら部屋があっても足りんすよ。レゴはもう無理だよな。こんな幅広いホビー趣味は。その辺80年代コーナー。ですよね、まあテクノシーバー。テクノシーバーだって。何？どういう？あの昔流行ったんですよ、なんかトランシーバーのおもちゃみたいなやつ。ああ、流行った。結構出てたんですよね。ああ、でもあったかもそういうの。うん、地高のスーパークーペワンプッシュダッシュバー、いいな、胸が締め付けられるな。辛くなる。辛くなりますね。教習で辛くなるね。君の友達おしゃべりロボットユイチですって本当だお前おしゃべりロボなのか。これリメイクしたらボイス入れられますよ、中村さん。オファー来るから。これどんな内容で喋ってくれるんだろうな、ユイチ。ユイチちょっと箱出してみますか。胸のところでゲームできる、ユイチもそして。これあのさ、うん、めっちゃ古いって。だって発泡スチロールだもん、うん、本当だ。8ビット8ビットマイクロコンピューター内蔵だ。8ビットコンピューター内蔵。8ビット送信機のほうには4ビットマイクロコンピューター内蔵なんだけど。すげえ高性能ロボじゃないですか。こんなも買ってるんだ。すっげえな。動いたらいいね。おお、動いたけど、ジャンプ勝負ができる。高い。うわぁ、16,800円。高い。しかもこの値札を見るに、かなり古い。当時価格でこれなんでしょ？いや、うん、高い。これ子供用のおもちゃ、これ。
いやもうゆういちは相当ねだらないと買ってくれないんじゃないか、これ親じゃ無理だね、これはおじいおばあじゃないと買ってくれないと、この値段は。おじいおばあならね、孫かわいさに買ってくれる、うん、あ、そうね、会社君ね、うん、奥にね、あの当時のダイヤクロンあった。え、多分向こう側のやつなんだけど、バトルバッファロー、ほら当時のやつ、古い。新しいのはね、わしゃがなでいじったけど、うん、戻せるよ。お宝だらけだな、これ。先生、これ査定とかしたことないっすよね、うん、とんでもない金額ついてるやつも多分ありますよ、これ。あると思うね、うん、これね。ビーダマンがね。ビーダマン箱の中にいっぱいあるのよ。マジで、未開封ですか。未開封。あれも今プレミアついてるから。ビーダマン、そうだよね、前やった時手に入るの大変だったもんね。ブグちゃんがプレミア付きのやつ買ってきて、買ってた、それを開けて組むっていうひどいことあの、フェニックスでしょ、うん、ファイティングフェニックスは1万円ですからね。高いんだよ。音声認識ロボット聞くぞ。いいね。聞くぞ。いいね。こっち言うぞ。聞くぞ。言うぞ聞くぞ、ゆういち。もうなめんな。こっちに使うね。おもろいこれ。ナイスラインナップ。もうここも気になるな。何？ディスコキットってあるけど。何ディスコキットって踊るのこれ？踊るんじゃない？いか、進めよ。まだまだまだ。エリアエリアまだまだ。マクロスフロンティア。フロンティアがあるんだ、うん、じゃあ俺のこと知ってるぞあいつ。知らないわけないでしょ。わしゃかなを見てくれてんだからもう。そうだね。これこの辺りのランカちゃんの格好めっちゃ好きなんだよな。特にこれが好き、工事現場の最初の方のね、うん、下積みの時のランカちゃん、むちゃかわ。ランカちゃん未だにかわいいヒロインのトップランクに入ってますよ。マルキリーめっちゃある。やっぱあれですね、うん、バサラの機体目立ちますね。まあそうね。あ、よかった、俺のもあるわ。イタバルキーもある。なかったらちょっとこの後口聞かないかもしれない。あるとはちょっとって言われたら口聞かなくなっちゃうかもしれない。もう一つあったわ。ガンボットあったら。ガンボットいくら持ってんすかこれ。あ、こっち別のやつ。デザイン違うな。なんか違くない？うん。よりディティールが細かいような気が。一緒。一緒っすか？同じものですか？あっちがサイン入り。ああ。だいぶ印象あっちにサイン入れてもらったから多分もう一個買ったんじゃない。うん、これ欲しかったんだね当時。どうですか、ケーニヒモンスター。あー、かっこいいっすよね、ケーニヒモンスター。うん、マクロスってやっぱバルキリー主役だからこういうやつ、うん、たまに出てくるとインパクトすごいんですよね。うん、ここある時あるぞ。うん、勝手にサインしていくか。本当だ、やってもらおう。ここにサイン入りありますよ、マクシミリアンジーノスキ。でもそれ川森さんでしょ。うん、すっげえ書いてもらってる、すごいね。マックスの期待が。マクロスも相当あるね。好きっすね。最初がやっぱマクロスだった。あ、そうですか。そうなんだ、うん、ガンダムじゃないですね。ガンダムはね、うっすら、うっすら、うんうん、あ、先生これ同じの持ってる。あ、よかった。ランカちゃん、このランカちゃんめっちゃできよかったんですよ、うん、超可愛いなった。クランデーか。美少女フィギュアを見てちょっとなんか安心したというか。こういうのもあって。メーカーばっか見てた。それいいね、コクピット。いいっすね。これって、え、これって、先生にじゃああれ、先生あれ買ってないんだ。あのなんだっけ、ディアゴスティーニ。そう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 ん。ディアゴスティーニじゃなくて、なんでしょう。ディアゴスティーニみたいなやつで、うん、バルキリー組むやつがあるんですよ。うん、それがあの羽開いて、そうそうそう、あとコックピットモニター映るやつ ね、うん、欲しいけどね、うん、ね、ね、もうやめときますか、うん、これ以上。あれだって俺らも悩んだもんな、うん、あのバルキリー、あー、あれ買ってもでもこれどこ置きますみたいな話。そうなんですよね、ここ置けばいいね、ここ。わじゃがなの倉庫として使う。これ知ってますね。これなんだ、ダイヤモンド、なんだろう。それフォートレスマキシマス、トランスフォーマー。トランスフォーマー。なんかこれが新しく作られるって時に買おうか悩んだんだよね。でかい、うん。ここは何段かぶち抜かないと置けないな、これは。そうだね。うん、でこっちはなんか面白いパッケージのマクロスの。トラップ。お、何これ。あ、海外版だ。ロボテック。なんで柿崎2つあるんですか。いや、柿崎3つあるじゃないですか。なんで柿崎3つあるんですか。こんな面白すぎるでしょ。ボリューム1、2、2だもん。なんで柿崎が好きなの。
流れで、ね、ターン A と同じなんですか。最初に1個だけ見つけたのが柿崎だったでしょ。あ、でその後、うん、そう、その後投資で集めて柿崎は2つに、うん、でもこれも3つあるんですよ。3つあるのよ。そこにもう2あるから、これ柿崎あぶれてる。このおもちゃだって、本の中に。このおもちゃいいな。めっちゃいいじゃん、これ。何これ、このシリーズ、ね、あ、ロボテック。ロボテック。どうだったんだよ。あの、目光るし。海外版ってことですよね。うん、海外版っすね。海外のセンスいいね。うん。うん、それちょうどあの上に飾ってるあのガオークのやつだね。あれ。うん、まあ、これなんですか。おー、うん、できるっすね。うん。これね。うん。へぇー。面白。かけたき余ってんならもう回っていきましょう。うん。柿崎余ってる。緑のもらっていきましょう。いいですね、これ。一人二人死んでも大丈夫ですね。これダイアクロンだ。うん。これはでも現行シリーズじゃん。あ、本当だ。うん、この間見たやつ。やっぱり出来がいいな、ダイアクロンね。くすぐるんだよね。この辺の並べ方のセンスすごくないですか、うん、構図をね。うん。アクションがいいね。ダイアクロンはさ、うん、ダイアクロン隊員はあの足の裏に磁石入ってるからさ、こういう場所に立つのよ。これダンスバトルしてる。ナートゥーナートゥーだ。これ最近組んでるじゃないですか。なんか見覚えあんなと思ったら最近だな。これあれイギリス人たちがぶっ倒れて死んだ。ナートゥーに耐えられずに。うちにさ、うん、あの自分でも買うのに、うんうん、買うのにっていう言い方もあれなんだけど、うん、あの CM とかをさ PV を読ませてもらった時にさ、うん、おもちゃくれるのよ。うん、今日持ってくればね。そうすね。先生これ差し入れのダイアクロンですって。先生にお土産お菓子じゃなくておもちゃだったなこれ。あ、これ懐かしいね、こういう時計。これ好きだったな。これカシオでしたっけ？カシオのやつじゃない。うん、小島秀夫さんもこういうの好きで、ツイッターでなんかま書いてたもんね。渋いっすよね、カシオ。ここにこういうのがあると、これは実用なのか何なのか趣味なのかがもう分かんない。インテリアか、この時計。じゃインテリアですか。電話使ってたけど、インテリアに今なってる、うんうんうん、これなんですか。モンスターメイズってゲーム。ゲームじゃない、うん、多分ここに映るやつだよ。おもろそう。それ、ね、パックマンっぽいやつ。この辺だけなんでこの牧歌的な空間なんですか、このレゴ。これちょっと平和なんですけど、異様に多分ここに開けられるサイズがこれしかないメガネも並んでるな。何かモデルなのかな、うん、これはもう普通の個人的な、その辺で買ったやつ。収集癖ですね。捨てれないんだよ。これお母様ですか。なんで違うか。シャーマンのお母様。なんで先生のお母さんシャーマンなんだよ。シャーマンキングだから。ありえるかなと思って。シャーマンキングだからね。マッチだ、うん、やっぱりね、ちょいちょいあのセイントセイが突然出てくるの。そうなんですよね。アーレスがいるのに。これトリックのお茶。そう。あ、確かに。トリックだ。いきなりトリック。すごいリフォルメ。うん。このアイアンマンのモックみたいなのすそれもさっきのトイのシリーズ。だいたいその辺もらいもんなんですよ。ああ、うん。いやでもこれこんだけ趣味人だと物をあげがいがあるよね。シャーマンキングでこういうおもちゃ出てた。海外おもちゃですよね。海外版。おお。すげえ。ソードブライトって呼ばれてる。うん。本当だ。本当だ。009こういう仕事やってたんだ。ああ本当だ。コラボしてる。コラボしてるね。似合うじゃん。ここかわいいな。ここのエリアかわいい。いいでしょ。うん。ファンタジーの世界だ。へえ。ゲームオブだ。サイズ感がいいですね。いいね。迫力がある。面白これ。コンボイだらけこっち。本当だ。オプティマスだらけだね。あ、これ俺が最近買ったやつ。先生さすがだ。うん。あれね。こいつです。あのダッチチャレンジャー型の、はいはいはい、トランスフォーマー。うん、あのドゥエイン・ジョンソンの声やってるやつ。角ついてる、三つ岡の新しいやつ。ああ、なんかね。ね、あの惜しいと思って。顔ダッチでケツマスタングのやつ。うん、ここがね。バンパーがちょっと。そうなんですよ、ね。惜しいんですよね。惜しい。あと、うん、横から見た時にお尻の流れも惜しいんですよ。惜しい。うん、あの、もう普通ドアにしてよって思って。そう。フォードアなんですよね。しょうがないじゃん。ベースが日本車なんだから。いやー、こって欲しかった。最初すげーテンション上がったんですよ。ねね、これいけると思って。あの顔でフォードアかっていうのは、うん、ちょっと異様なキメラ感がやっぱあるですね。この間の、ほら。あ、シティ。シティだ。シティのやつ。
これ良かったもんね。これはいいって思ったもん置いてありますね。さすが。自由の女神像。なんかなってるな。開くな、それ。ねえ。海外の要塞化されてるな、この自由女神。ミサイルとかついてる、ね。後ろ側から押すと、バーって、バカって。あ、ほんとだ。後ろにコクピットついてる。面白い。バカって入って、なんか、機銃出てくるのかな。要塞なんだ。何のおもちゃだ。ん？お、ミニ四駆。でかくない？このミニ四駆。なんか後ろについてるね。フォーミュラカー。デンドロビームみたいになってるね。ですね。ミニ四駆のサイズじゃないですね、これ。それ、漫画でやったやつ。ああ、シューティングプラウドスター。うん。あ、これ先生デザインしたやつ、うん、の、よりバージョンアップ版？うん。すげえ、これ。よく同じのがいっぱい並んでて、もうお店だね。いつでもお店ができる。これ電池ついてますけれども、動くんですか？光るんじゃない？光る。光る。ああ。それワンフェスのやつ。ワンフェス。うん。あの個人が制作した。ああ、なるほど、うん。ワンフェス系とかも揃えてんだ。きりないな。でもこれはほら先生の作品のやつだから。うん。そう。見本来る。うん。あ、版権下ろすときにサンプルもらうやつですか？うん。うん、すごいクオリティだわ。カオスだな。いつまでも見れていられるけれども。で、ふとまたジョリーンがいるっていう。これ多分緑合わせかな。あ、そう。分かってきたぞ、方向性が。やり方が悪い。こっから上だけ緑だから、うん、こうグラデーションに。ここはもう青だから。そのためにはでも買うわけじゃないでしょ。たまたま合ってるからっていう。うん、先生の優れたデザインセンスが見て取れるっていう。サンダーバード続くね、うん、基地。基地好きだよね。基地はいいですね。基地はテンション上がりますよ。うん、そう、ジャンヌのフィギュア、こんなでかいのもあるんだ。昔このデザイン見たときに、作者はもうすんごいドスケベなんだなって思いました。低層帯つけてるからね。めっちゃ興奮したんですよ。うん、それもワンフェス。あ、マルコいるわ。服着てないのかな。セクシーですね。服着てる状態がなかった。うこのシリーズなんだっけ。タイタンフォール？なんかね、こういうのがね、うん、結構その今海外フィギュアでよく出てて、うん、買おうか悩んだんだよね。出来がいいから。めちゃくちゃかっこいいですけどね。かっこいいのよ。かっこいいけどなんだかわかんないから、どういじるかが難しくて。あれね、ちょっと惜しいのよ。ああ。うん。まあ明らかこれの偽物なんだけど。まあまあまあそうですよね。あのちょっとね、もうちょいこう筋通してくれたら、筋っていうかあのデザインのね、うん、そう結構なんとなくなんだよね。そうなんですよね。そうそう、うん。これはタイタンフォールっすよ。これタイタンフォール。そう、これにね似てる系が今ガンガン出てんだよ。まあかっこいいもんな。うん。うんうん、それは真似したくなるのもわかるけど。でもおもちゃとしてはあれ優秀だよね。ですよね。ヘルメット脱げたり。うん、そう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 。ギミック多いんですよね、うん、かっこいいな。これライト、うん、またこれ動くついたりするやつですか。おお、へえ、いいね、渋い。絶対先生解体初期買った方がいいよ、うん、好きでしょうね。どっちどこだ、全部つくんだ、うん、あ、これか。おお、こっち赤なんだ、渋い、うん、かっこいい。あ、色変わる。そう。これ欲しくなるな。これね、物いいよ。うん。動かない物がいいっすね。おっと、急にドールが置いてあるわ。これはなんでここにあるんだと思います。もらい物じゃないですか、先生。ドール。いや、これは可愛いから買った。可愛い。興味あるとすぐ買っちゃう。うんうん、理由が浅いんで。可愛いから買った。そういうもんかもしれない。いや、そういうもんだよ。うん、衝動がいてそういうもんだから。あ、いいなと思って買っちゃうからね。うん、我々の場合、可愛い。でも置き場所が、でもお金がっていうステップを踏むところ、まあ、先生そこスキップして。そこのステップないから。ないからね。これ見たことある。何のメットだっけ、これ。それもね、タイタンフォール。あ、うん、タイタンフォール、うん。すげえ光るよ。これも光るんですか、ビカビカ、うん。真ん中ビカっていくんだな。うん。あちこち光るよ。なんや言うとるな。うん、これも被れるようにできてるわ。うん。まずいでて、すげえ。かぶっていいよ。え？いいんすか？いいよ。こんなかっちょいいもんかぶって。ほんと遠慮知らずやな。え、これもかっこよくない？二度と被れないこれさ、USB じゃないの？あ、ほんとだ。なんかデータ入ってるんですかね。
怖っ人の怖いよな。触るの怖い人の怖いよな。触るの怖い。よっしゃ、じゃあちょっと被ってみましょう。すげえ、前見えんのかなこれ。うん、おー、きつい。おー、おー、うん、結構、おー、おー、あー、すげえ似合うね。似合う、あのね、やっぱね、体いいよね。前しっかり見えますよ、これ。見えるの、うん、ここ、ここ見えますね。ちょっとうすらな、感触の顔見えてんだよ。しっかり見えてる。ほんとだ。こっち側も光るんじゃない。完全体、うん、感じた。これいいな。コスプレとかでもう普通に参加できそう、これ。いつ来たるべき時が来ても大丈夫だ。そうですね。シビ。上、天井気をつけて、脱ぐ時。脱ぐのも気を使うから大変だよな。うわ、いや、いいもん被らせてもらいました、これ。なかなか。見てるこっちもちょっと。ハラ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 する。ガリって言ったら、ありがとうございます。うん、これもさ、でかいね。海外でしょ、これ。海外飛びでしょ。うん、こういう布をボロ布を守ってる、まとってるタイプのロボに弱いんすよ。その下はザ・ワールドだよ。ほんまや、ジョジョだ。これちょっと欲しかったやつだ。でこういったらなんですけど、ご自身の作品よりも他のおもちゃの比率高くないですか。そう、それはそうもっと自分のやつザーッと並べてもいい気はするんですけど。自分のは大体もらい物、うん、ファンが作ったやつだから、あ、一応飾ろうかな、記念で、うんうん、そう。いや、ファンも嬉しいでしょうな。なに、これ王って書いてるから。戦隊オレンジャーかな。オレンジャーだね。キングピラミッター四角いね。かっこいい。どうやって戦うのこれ。戦うんですかこれ。いや戦うよ。どうやって歩くのこいつ、ね、隣のやつはさ、うん、前面から見るアタッチメントめっちゃ多いよね。そうっすね。リボルバーにライオンに角だよ胸にライオンつけてるのもうや。これハリケンジャーだったと思うよ。こいつがもともと観覧車に化けてるっていう、ね、ああ観覧車だ。確かに。そう、街のものに普段化けてるんですよ。そうなんだ。じゃあ街のあちこちから集まってくんだ。そう、忍者だから。なるほどね。俺はシャーマンキング。素敵っすね、うん、シャーマンキングのフィギュア。あー怖い怖い怖い。あー怖い。メットの台座が木刀の竜の箱だったんですけどあそこにこっそりとあった、うん、はあ、ということでお宝部屋をじっくり隅々まで見せてもらいましたけれども、これはですよ、一個人の家ですよ。今まで味わったことがない。ないね。たまにテレビとか芸能人のオタク探訪やってますけれども、うんうん、リアルでこんなの身近で感じられることなかったですね。芸能人オタク本も方法お宅探訪で、お宅探訪で見るレベルとも違うと思う。そうすね。だからね、ここまでその、まあ、仕事と好きなものに振ってるのってやっぱなかなかないよ。ないっすね。すごいわ。憧れますね。でも多分中村さんも武井先生同じくらい稼いだら暴走してこういうことするんだろうなって気はしてますけれども。どうやって稼ぐんだ声優で。ああ、そうですね、うん、シャーマンキングに出てるメンバー見てみろよ。そうですね。あんなレジェンドたちこれ持ってねえだろこの家。持ってないです。多分持ってたらどうしよう。高山みなみさん、うちこのぐらいだよって言ってたらちょっとびっくりしますね。ちょっとびっくりしちゃうけど、うん、いやー、いいもん見せてもらいました。まだまだあるっぽいね。まだまだあるんでね、ちょっと見逃したエリアをさらに見ていきたいと思います。まだ続いていきます、はい、よろしくお願いします。チャンネル登録、Xのフォローお願いします。こういうことメンバーシップもよろしくね。はい、お願いします。